子供と一緒に食べられるチョコザラアイス作り。板チョコ4枚を湯煎するよ。30度まで冷ましたら早速作るよ。スプーンを使ってお皿の土台部分も作るよ。お水をくぐらしてからチョコをつけ、のせていきます。水風船は、ストローを使うと、膨らみやすかったです。でも、ほっと崩壊した。ここで娘からパパに一言。パパ先生、すごいよ。急な褒め。冷蔵庫で2時間冷やします。冷やしてる間にトッピング準備。音量注意、爪楊枝で割っていきます。性格出てて、次女とポポはバンバン割ってて、私か長女はチキンハートでなかなか怖くて割れません。アイスを乗せてお好きにトッピングします。トッピングに夢中でカメラの存在忘れてる。なんかイチゴぼっさしてあった。さくらんぼ座迷い中。この置き方完成しました。大人も子供も楽しかったので、ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。